つかの間のお昼休憩ということで、今日は何の変哲もない冷凍のスイートポテトをいただきたいと思います。まあ大体ね、リアルにこんな感じですよ。なんかあんまり時間かけられないんで、サクッとね。で、飲み物はいつものごとく氷パンパンの特茶です。これね、もう何回も言いますけど、特茶はちょっとね、味がデメリットなところがあるんで、氷をパンパンにしてあげることによって、ちょっとそこをカバーできる感じがします。一段ワンランクアップしますね、特茶が。まあ、冷凍のスイートポテトね、僕最近さつまいも系にはまっていまして、どれぐらい美味しいのか。じゃあピントが合わない。よし、いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。本当に美味しい。やっぱりさつまいも系って美味しいな。で、ちょっとこれダイソーで買ったステーキプレートをちょっと皿みたいにして使ってるんですけど、なんか何回洗っても取れないね、シミがついちゃったんですよね。まあダイソーなんで別に文句はないんですけど、ちょっと残念で、自分も食べ終わったところで、今日もねパキラさんに葉水をあげようと思います。葉っぱの裏側にもあげるといいらしいんで、ちゃんと裏にもあげましょう。なんかね、ちょっと元気がないっていうか、なんかどうしてもね、この葉っぱがしおれてる、なんて言うんでしょう、このよりより感わかるかな。ちょっとこう曲がっちゃってるんですよね。これが気になるんですけど、これって何なんでしょうか。十分に栄養がいっていないのか、とまだね、土が湿っているので、水のあげる時期ではないような感じがするんですけど、どうなんでしょうか。ちょっとね、無事に育ってくれるといいなと思います。すみません、今日台風の影響か、ちょっと風が強くて、隙間風とかでちょっとね、振動音とかが入るかもしれないんですけど、申し訳ございません。ということで、ご視聴ありがとうございました。こちらです。皆さん、突然ですが、日々の仕事とか学校とか癒しのものってありますでしょうか。まあね、勉強ですとか仕事とか忙しい方も多いと思うんですけど、まあ、そんな中でね、日々のこう疲れを取る癒しっていうのが大事だと思うんですけど、まあ、そんな中、僕がね、ちょっと新しく、まあ、常に僕はもちまる日記さんっていうね、猫のチャンネルさんをよく見てるんですけども、まあ、それに加えてもう一個ね、癒しの要素を追加しようと思いまして、今回はもう見えてるんですけども、アロマキャンドルのね、世界に足を踏み入れてみようと思います。で、このアロマキャンドルって、火を灯してね、こう溶けている、そのワックスが溶けている間とかに、ちょっといい香りがするらしいので、今日はね、実際に実践していきたいんですが、まあ、とりあえず今日のメニューですね。まず1つ目がですね、まずこの購入品紹介をさせていただいて、2つ目に、実際にこれ使っていこうと思います。まあね、僕がちょっとチャンネル名ちょっと忘れちゃったんですけど、香りラボチャンネルさんの方を参考にしながら、やっていきたいと思うんですが、動画にね、その概要欄に入れておきますので、ご本家の方もご覧ください。ということで、今回ね、僕が買ってきた商品を紹介していこうと思います。まずこちら、タンさんから出ているアロマキャンドルなんですけど、アロマティックキャンドル AW っていうね、アロマキャンドルになりますが、このタンさんってなんか化粧品メーカーさんなのかな、結構聞いたことありますよね。まあそういうのもあって買ってみました。香りは、アロマティックウッド。アロマティックウッドの香りです。ちょっとあんまりね、ピンとこないんですけど、まあそれもこう試していきたらなと思います。で、2つ目がですね、こちらブロムスさんっていう、北欧風のランプだったりとか、ガラス製品だったりとかをね、販売してらっしゃる海外のメーカーさんなのかな。ブロムスさんのアロマキャンドルを購入しました。香りがですね、京都夢っていう香りが、またこれもちょっとピンとこないんですけども、ここもね、検証していこうと思います。で、最後3つ目なんですけど、3つ目はこちらですね、いわゆるこのチャッカマンみたいなやつなんですけど、ちょっとこう真っ黒でおしゃれな感じの、ちょっと僕も見た目にはこだわっていこうと思うので、まあ、見た目から入っていこうということで、ちょっとね、かっこいいものを買ってみました。ということで、早速、こちら試していきましょう。はい、ということで、早速試していこうと思います。どっちからにしようかな。京都夢、いや、炭酸のアロマティックウッドからいきます。ちょっと京都夢は匂いが気になりすぎるので、後からにしようと思います。で、とりあえず開けていきましょう。ちょっとこのキャンドルといっても、いろいろね、細かいやり方が、まあ、難しくないんですけど、あるみたいなので、その辺をね、ちょっと紹介しながら、
参考にさせていただきながらやっていこうと思います。先ほども言ったんですけど、チャンネルは概要欄の方に載せておきます。はい、ということで早速開けていきましょう。ちょっとね、なかなか丁寧に梱包されていまして、ちょっと上品な感じがもう漂ってきますが、お、どうだ、どんな感じに入ってんのかな。はい、あー、おしゃれだな、このね、ちょっと半透明というか、ちょっとね、曇ったすりガラスの容器が本当におしゃれですね。これちょっと間接照明っぽくもなりそうで、すごいいいですね。ちょっと開けて、ちょっと香りからちょっといかせていただきます。なんか柑橘系の香りがするぞ。柑橘系で、なんかどこか、なんだろうな、どこかなんかおしゃれな和風を感じるような、何なんだろうこれ。あ、落ち着く香りですね。うん、柑橘系です。とりあえずで、容器もすごいおしゃれで、完成度っていうか、なかなかいい買い物したと思います。ちなみに今回、合計金額大体7000円ぐらいしました。これね、プチ散財ですよね、普通に。このキャンドルに、7000円使ってしまいましたと。はい、ということで早速火をつけてですね、やっていきたいと思うんですけど、ちょっとやり方があるみたいなので、ちょっと見ながら、説明しながらやっていこうと思いますが、まずはじめにですね、アロマキャンドル の芯の長さは 5,6 ミリでいった方がいいらしいです。これ1センチあるよね。これちょっと1センチぐらいピント合うかな、合いそう、ありそうなんで、ちょっと先端の方をね、ハサミでカットしていきます。ちょっとハサミでね、切っていいみたいなので、先端の方を、5,6 ミリに合わせていこうと思います。なんかあんまりね、長すぎても良くないみたいなので、ちょっと半分までいかないぐらいにちょっと切ってみましょう。はい。あ、普通に切れそう。あ、ちょっと硬い。あ、切れた。5、6ミリよりね、若干7ミリぐらいありそうですが、一旦いいことにしましょう。これでいきましょう。で、このね、重要なのが、ここの芯をですね、まっすぐにするのが重要らしいです。斜めにしてしまうと、片方にね、熱が寄ってしまって、どっちか片方だけこう、すり減っていくというか、溶けていくらしいので、ちゃんとまっすぐに揃えてあげましょう。揃えて、よし、こんなもんかな。あ、ちょうどいいんじゃないですかね。よし、こんな感じで、だいたいまっすぐになったっぽいので、早速火をつけていきましょう。火をつける際は、根元に火をつけるそうです。はい、これどうやって使うのこれ。あ、なるほど。あ、これすごい押しやすい。あ、なんかね、僕もこれだけでいいな。あ、火見てるとちょっと落ち着く感じ分かりますか。よし、じゃあ早速つけていきましょう。根元の方に、あれ、つかないんですけど。あ、ついたついたついた。つきました。あ、落ち着くわ。あ、いいわ。火っていいね。しかもこれね、ちょっと傾けさせていただきますが。お、すごい容器もおしゃれですし。いや、最高じゃないですか、これ。で、ここでですね、初回は、1時間以上は火をつけっぱなしにしておくそうです。はい、なんでかっていうと、このプールって言って、この熱のある周りだけがね、ちょっとへこんでくるんですね。まあ、というのもね、火が熱いので、その火の周りだけだんだんこう溶けてくるんですけど、で、ちょっとだけ最初の方に一回消してしまうと、そのプなんていうんでしょう、溶けてる輪っかの範囲が小さくなっていくんですね。で、これを広げていく、この周りの方までちゃんと使っていくために、初回は1時間以上つけっぱなしにするらしいです。ちょっと説明下手で申し訳ないんですけど、煙も出てないですね。で、香りは今のところまだそんなにかなっていう感じ。ちょっと白飛びしちゃってるな。ごめんなさい、白飛びしちゃっていたんで、ちょっとアングル直しました。今ですね、火をつけてから15分ほど経ったんですが、ちょっとこの黒いですね、煙が出てしまったんですね。で、これちょっとなんだろうと思って調べたところ、芯の長さが長いとこうなってしまうそうです。さっきね、最初僕ちょっと7ミリやるけどいいかって言ってしまって、ちょっとね、長いままやってしまったと思うんですけど、皆さん、5ミリにしましょう、ちゃんと。いやー、ちょっとやってしまったな。やってしまったんですが、ちょっとね、煙も出ているんですが、ちょっとね、もう香りも出てきています、全然。で、すごく落ち着ける柔らかい感じですね。こうやって直接、香りをね、嗅いだ時よりも柔らかく香ってくる感じがですね、あ、すごい落ち着くなといった感じです。あれ、なんか今見たらそんなに黒い煙出てないんですけど、
なんだろうな。で、こんな感じで、1時間以上はつけっぱなしにしておきたいところなんですけど、ちょっとね、次のも、楽しみたいと。次のね、キャンドルも楽しみたいということで、これ一回ね、ちょっとそーっと、部屋の外にですね、一回移動させて、一回中の空気を換気させて、京都夢、ブロムスさんの方を試してみようと思います。ちょっと一旦、そーっとね、移動していきます。Cause without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way I... はい、ということでプロムスさんの京都夢の方をね、ちょっと使っていこうと思いますが、これもなかなか丁寧に梱包されていまして、もうすでにおしゃれな感じが、おお、こういう感じか、かっこよすぎる、かっこ、さっきのはねちょっと可愛い目というか美しめの綺麗さだったんですけど、ちょっとこっちはよりおしゃれっていうかね、インテリア性が高いというか、もうこの陶器製のこの感じやばくないですか。僕もう決めました。こっちはこっちのデスクに置いて、あっちのねちょっと白い方は、あの後ろの作業デスクが白なので、あっちに置こうかな、もしくは同時にこっちに置いてもいいんですけど、ちょっと試していこうと思います。香りはですね、あ、こっちの方が嗅いだことのある香りですね。ちょっと東京インテリアみたいな、東京インテリアって、東京に伝わるかな、なんかね、雑貨屋さんでよく嗅ぐ匂い、うん、なんかね、若干桜っぽい香りもするような、しないような、伝わんない、これすいませんね、僕の香りの名前がね、京都夢なんですよ、なんですよね、京都夢って何っていう話なんで、じゃあ早速ね、一応火をつけていきましょう。根元の方につけていくみたいですね。一応ね、先ほどの反省を生かして、火は小さくなるように、先端をねちょっと5ミリぐらいにちゃんと切りました。あ、こっちはやっぱり火が小さくて見やすい。やっぱりね、先端は小さい方がいいですね。あっちもちょっと一回ね1時間、点灯させて消してから、ちょっとねまた先端の方ちょっとだけ切っていこうかなと思います。いや、火ってこんなにね見てるだけですごい落ち着くんですね。すごい落ち着くし、香りが、最初にね、そのまま直接嗅ぐ香りより、ちょっとろうのね、燃えるあの香りと一緒に、鼻に届くので、すごい柔らかく、ちょっとね、どっか懐かしさを感じるような香りですね。ちょっとなんかね、なんか鳥肌立ってきたっていうか、いや、すげえやばい匂いだっていう風に鳥肌立つんじゃなくて、感動的な意味ですごい鳥肌立ってきましたね。あー、ダメだ。あ、ちょっと皆さん秘宝です。今日僕、業務再開不可能ですこれ。あー、なるほど、これやばいぞ。で、皆さん、この火の消し方もねあるそうで、吹きかけて消すと煙がねふわってこう舞ってしまうので、やってはいけないらしいんですね。で、どうやって消すかっていうと、この芯をですね、ピンセットか何かで、この見えますかね、このプールの中に、ロウが溶けてるね、このロウだまりみたいな中に沈めるらしいんですね、倒して。そうすると煙がね少しだけで、消えるらしいです。はい、ということで、ちょっとすいません、今日は動画切り上げようと思います。ちょっとね短めの動画になってしまうと思いますが、どちらもいい香りでしたね。タンの、アロマティックウッドも、こっちのね京都夢も、どっちもいい香りですが、どちらかというと京都夢の方が、嗅ぎ慣れてるというか、どちらかというとまだ馴染みがある香りかなっていう感じはしました。ちょっとね気分によって、使うキャンドル変えていこうと思います。ということでね、今日の動画こんな感じにしたいと思います。僕のこのチャンネルではですね、だいたい基本毎日10時投稿、夜の10時投稿となっておりまして、だいたいですが、投稿する動画の内容がその日に撮ったものか、その前の日に撮ったものになっております。まあ、なので僕がね感じているタイムリーなそのガジェットのニュースとか、買ったガジェットの内容だとか、まあ、アップル製品含め、まあ、このね最近始めた植物だったりとか、インテリアだったりとか、あとメンズ向けのねファッション系のものも、タイムリーなね話題をお届けできますので、ぜひとも、毎日のね日課にしてくださると嬉しいなと思います。ということで、皆さんもこのアロマキャンドルの、ね、世界楽しんでみてください。概要欄にね、僕が買った商品入れておきますので、ぜひ一緒に楽しみましょう。いや、これね、癒し効果はすごいです。バイバイ。